それではやっていきましょう。赤部チャンネル放送26台本通りです。はい、はい、6です。26回です。いやもういい年ですね、26っていう。いい脂が乗ってる頃だ。そうですね、素晴らしい。26回目です。はい、今回も楽しくお送りしていきたいと思います。皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今回もですね、お題ルーレットを準備しておりますので、自己紹介の時に合わせてお題をお話しいただくようになりますので、皆さんよろしいでしょうか。進化しましたね、なんかしばらくの間に。あ、そっか、しばらく出てないですね。久しぶりですか、最近。久しぶりです。あ、そっか、大沙汰しております。大沙汰しております、ね。今回よろしくお願いいたします。お待たせしております。はい、じゃあ、くじいきますよ。はい。ですね、3連休、先日ですね、海の日の3連休、どう過ごしましたかという。弊社は2連休ですけど。言うな。やめろ。はい。3連休。誰が何と言うと3連休。はい。どう過ごしましたかというのを、自己紹介と絡めて、皆さんお話ししていきましょう。はい、そんな私は毎度おなじみ司会の天の声でございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。3連休は美容室に行きました。おお、女子力高い。はい、美容室に行きましたよ。次は美容室に行って、ソシャゲしてました。お尻にね、お尻に合うためにね、すいません、美容室で体を清めて。そうですね、来週ライブビューイング入ってるんで、やっぱ綺麗にしとかないとなって思ってですね。千秋楽、行ってらっしゃいませ。頑張ります、はい、天の声です。よろしくお願いします。はい、じゃあどういきましょうかね。じゃあ稲田さんからいきましょうか。はい、ディレクターの稲田です。はい、3連休ですね。何しました？お尻を痛めて。あ、そう、お尻が痛いんですって。そう、ちょっとさっき今話してたんですけど、そうお尻は朝起きたらですね、うんうん、痛いって思って、うん、どういう状況でも。とりあえず仰向けで寝てるじゃないですか。はいはいはい、で起き上がろうとした瞬間にもうピキッですね。ぎっくり腰とはまた違う感じの。そうですね、腰にダイレクトではなくて、お尻にダイレクト。そう、お尻、まあ、右半球ですね。右半球から太ももにかけてのこうあたりが、あ、こう、そう、分かる、僕もそれだった。僕左側だった。おお、嫌だ、地獄のような痛さ。2人で合わせて一つの尻になる。辛い。おっと。え、やめろその言い方。いや、もうそれで本当に動けなくて、あ、まあなんとかちょっとこう寝てたら治るかなって思って、はい、まあ、シップとか貼ったりしながらゴロゴロしてたんですけど、うん、それでもですね、まあ、動かないといけない時は来るわけで、まあ、行きたいなと。まあ、まあ、お手洗いにね。お腹すいたなと思って、まあ、待って、のせのせ行くんですけど、はいはい、でこう座ろうとするじゃないですか。うん、あの瞬間ですね。うん、あっ大体そんなハイライトですね。あ、なん痛いです。現時点で痛い。今日歩き方おかしいですもんね、だって。もう、もう。治らないですもんね。まあ、病院に行くしかないですかね。かなと。その対処方法とさんに教えてもらうと。そうですね、じゃあ1週間ほど放置したら治った。あー、でも長引きますね、やっぱり。めっちゃ痛かった。でも病院行かなくて大丈夫なんですか？気がついたら治った。別になんか、まあ、そんな時間がないっていうのも正直なところですよね。まあまあまあ確かにね、我々ね、あと我々が休みの時に病院空いてないっていうのね。ちなみにそれ普通ね。普通、まあ休みの時は空いてないですかね。まあ、お大事にということで、はいはい、今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ次。はい、ちょっと焼けてるんで、なんとなく予想はついたかと思うんですけど、そうですね、14日の土曜日が、はい、仕事が終わった後、会社の会計の人と一緒に釣りに行って、夜釣り。夜釣り、朝まで釣りをして、朝まで。そうそうそう。朝7時、5時、6時ぐらい釣りをして、その後家に帰って、はい、昼間に寝て、はい、で、お風呂入って、洗濯物をして、5時ぐらいかな、集合して、はい、鹿の島。また釣り？釣りに行って。何になるの？何になるの？釣りをして、野宿をして、そのままバーベキューをして、帰りました。で、このありさまです。ご覧のありさまです。めっちゃ焼けましたよ、納得
謝ってもらっていいですか。すいません。楽しくてすいません。はい、いえいえ、いいんですけど。あ、はい、の HD 後藤です。はい、自己紹介がなかった。ってなんだ。はい、お久しぶりです、はい。はい、よろしくお願いします。はい、では次。はい、なとみゆです。はい。とゆうちゃんどうしてました。私はもう毎度飲むとアルコール決めてました。アルコールちょっとアルコール消毒。アルコール消毒で内臓と心をアルコール消毒してました。体の傷はアルコールで消毒できるし、心の傷もアルコールで消毒できる。そうだ。アルコール決めるで思い出したけど、私ビールと餃子決めました。そう、三連休。夏。最高でした。最高でした。いいですね。はい。っていう、ごめんね、話してて、アルコール、とりあえずアルコールの3連休、アルコールの3連休って、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ締め、最後。赤目だめ。はい、赤目は女子会をしていました。おお、赤目会が女子を4人連れてきて、うん、赤目会赤目会ってあると。7時表にで、手仕上げビビンバ食べに行って大丈夫やけどして帰ってきたっていう。あ、めっちゃ、めっちゃ甘くなってる。めっちゃ甘くなってる。ま、左前足がやけどしてるじゃないか。そうか。美味しかったんです。美味しかったですか。はい。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ではこんな素敵なメンバーで今回はお送りしていきたいと思いますので。なんでちょっと笑ったの。なんでもない。お尻好きのメンバーなんだなと思って。お尻好き。今日のキーワードお尻かな。はい、はい。ではよろしくお願いいたします。はい。で、コメントを返していきたいと思います。今回もですね。コメントがですね、はい、たくさん来ておりまして。はい。ありがとう。はい。ご紹介させていただきます。お願いします。なんだ。どうしたいや、 やっぱね、元気よくやらないといけないんだなと思ったんです、はい、最近 YouTube もの見たんですけど、はい、どうもーとかってピロピロとかっていう謎の自己紹介もした方がいいんだろうなって思いつつ、僕にはできなかったんですけど、あのそれができるほどね、あのウェイが集まってるわけじゃない。陰キャなんですね。みんな結構ね、シャイだから。そうできなかった。そうシャイボーイとシャイガール集まってるから、ここ。せめてね、ちょっとまあ会話の中では、愛の手は楽しくいこうかな。あ、よいしょとかね。そうそう。よいしょ。よいしょ。いつ使う？入れていく感じでね。はい、じゃあコメント返していきますよ。はい。I don't understand at all what being said but。 ん？あのとりあえず、多分海外の方で、ちょっとあの日本語だから何をちょっとおっしゃってるかは分かりませんけど、赤部ソフトツの皆さん、いつも応援してます、ファイトっていう日本語が続いてコメントでいただいてるので、多分海外の方だと思うんですけど、I don't understand at all what being said but、ちょっと何を言ってるか、ちょっと理解ができないところもあるけど、みたいな感じ。多分次。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。頑張ります。というのも日本語で返すっていうね。英語で返す。この中で英語喋れる人いないね。いなかった。はい。毎回楽しませていただいてます。バリバリテスト期間中ですが、息抜きとして見させていただきました。春と雪、前情報少なかったけど、予約をはしてましたが、もっと深く知れてますます楽しみになりました。ありがとうございます。ご予約。ありがとうございます。バリバリテスト期間中。息抜き大事ですからね。うん、息抜き大事、ね、大事。いやもうなんか息抜きに慣れてたらね、ありがたいですので、ね、うん、ぜひぜひね、もうどんな時でもいいんで、よかったらご覧になってください。はい。でですね、続きまして。タイガ先生の働く大人のキャラ名字が海からで、うん、2が橋からって裏話が嬉しいです。地元の影響でつくもちゃんが急に親近感、キャラブレ楽しみです。とのことですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。そう、前回の時にね、裏話ってことで、そうそう、この辺のお話があったんですけど、そうか、やっぱこういうお話は喜ばれるんですね。気になりましたね。ですね。やっぱ、あ、そうなんだっていうのがやっぱりありますしね。はい。じゃあ続きまして、今回の放送も楽しかったです。赤部さんの新しいジャンルに挑戦していく姿勢大好きです。
これからも楽しみにしています。そして新作の春と雪キャラブレーション期待しています。ありがとうございます。ありがとうございます。期待されてますよ。新しいジャンルに挑戦していくスタイル、ありがたいですね。こうおっしゃって、ありがたい。いやもうこうおっしゃっていただけるとすごく嬉しいですよね。うん、うん、なんかね、あの我々はもう本当に喜んでいただくためにね、あの日々頑張っておりますので。そうですね、お客様にご満足いただけるように日々努力してまいりますので、皆様どうぞよろしくお願いいたします。はい、急にかしこまったなと。真面目にならんといかんやつや。ありがとうって言って、彼この頑張りますチャンネル登録お願いねとかって言わなくていいですか。あのそこまでできない。できない。後藤さんあたりやっといてください今やったけど。はい、じゃあ今回もコメントありがとうございました。皆さん、また今回の分もですね、ぜひコメントお待ちしておりますので、もうあのどんな内容でもいいので、あのお悩み相談とかね、あのこんなことがあったというか、あの日記とかそういうのでもいいです。ああ日記ですね。日記いい完全にノリで言いましたけど私、うん、大丈夫ですかね。なんかこんなことがありましたみたいなとかでもね、うん、全然いいので、よかったらあのいろいろ送ってくださると嬉しいです。はい、本日もありがとうございました。まあせっかくもう夏休みなんで、うん、夏休みの日記の代わりに明るいように投稿してくれたらいいんじゃないですか。コメントをそうですね、供養こんなことがありました、うん、そう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 ですね。なんで言って鼻で笑ってるの。おかしい。同じ人がいたら面白いなと思って、ね、ぜひあの下のコメント欄までよろしくお願いします。はい、はい、では皆さん今月もありがとうございました。はい、じゃあ続きまして PR コーナーです。はい、じゃあまずは、キャラブレーションの話からやってまいりましょうか。はい、はい、じゃあ稲野さんですね、ここからよろしくお願いします。お願いします。はい、新作ですね、アカベソフト3のキャラブレーションですね、はい、こちらが、先月下旬にもうホームページの方を公開させていただいております。今、絶賛予約も受付中です。そうですね、6月26日金曜日から予約は開始しておりますね。で、まあ、一番最初のホームページ公開した時はまだ、絵とか、はい、その辺までしか出てなかったかなと思うんですけど、はい、もう今はサンプルボイスも、そうですね、公開されてますね。ます、はい、すごい面白いですね。もうちょっともうキワキワな感じでだいぶ攻めてるかなと思うんですけど、すごい面白かったです。今日夢中になって聞いてました。大概でしょ。うん、言うて。ですね。なかなか。だいたいなんかみんなこうどっか飛んでるかっていう。そうですね。これがゲームの中にどうこう組み込まれて反映されているのかっていうのがすごい気になるなと思って。まだ。サンプルボイスですかね、氷山の一角、氷山の一角ですね、まだまだですね、まあ、とてもみんな個性豊かなキャラクターたちなんですけれども、うん、ね、中でも、まあ、やっぱり注目していただきたいなって思うのが、はい、主人公です、ね、データデータデータ、ゆきちゃん、ゆきちゃん、みんな大好き、ゆきちゃん、みんな大好きちゃん、ありがてえ、ありがてえ、かわいいよね、かわいいですよね、ついてるのがまたいいよね、いいの逆にそれがいい。あ、何がとは言わないけど、まあ、ついてる。そうですね、ついてますからね。そう。いろいろコンプライアンスに引っかかるから。何がついてるとは言えないけれども、ついてます。はい。ゆきちゃんは、まあ、今回、キャストさんはですね、草原ゆりさんを演じさせていただいてるんですけれども、はい、自分が把握してる限りだと、草原さん、いろんなもうゲームにたくさん出られてますけど、うん、はい、女装主人公をやるのは初めてなんじゃないかなと思います。そうですね、そうじゃなかったらごめんなさい、はい、それはリサーチ不足ということで申し訳ない。多分コメントで教えてくれる、うん、あですね、親切な方が ね、そうそうそう、教えてくださる詳しい人あったよ、光栄みたいな感じで、ね、はい、いやですね、女装ヒロイン、これがハマったなと思って、うんですね、うん、なんかゆきちゃんって感じしますもんね。ですよね。声といい。これでついてるっていうね。そこ強調するね。押していきます。どうしたの？押していきますね。いやー、でも、うん、なんかこう聞いてて頭バカになる感じがあるよね。うん。可愛いなと。うん、他のヒロも声可愛いね、みんな。ですね。キャラに合ってる感じがして。みんな可愛らしい。みんなちょっとこうそれぞれやっぱりキャラが結構設定がですね。うん、普段。なかなかこうやらないようなちょっと尖ったところがあるので、はい、うん、まあ、皆さん声優さんそれよりちょっとこうもっとぶっ壊していいですとか、あ、もうちょっ
っと下品にとかそういう下品ですね、はい、そういうことを言える、まあ珍しい企画ですね。普段やっぱりこうっていう、うん、あそこはもうちょっとこうっていうことがやっぱり多いっちゃ多いんですけど、もっとやってくださいっていうのと、どんどん行きましょう、行ける、お願いできる、で3人もバン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 こうもうこの生きり出してもらえる、はいはい、いろんなところで本当作ってて楽しい曲ですし、ほんでまあ普段いろんなゲームありますけれども、はい、それらに比べておなんかやってんなっていう感じが多分プレイしても感じていただけるんじゃないかなと、あこんなこと言っちゃうっていうのもありますしギャップのね楽しむゲームですね。そうですね、確かにこの子こんなこと言っちゃうんだとか、こんなことやっちゃうんだとかあるんですけれども、でもいろいろやりすぎる子もたくさんいるんですけれども、でもそんなこう嫌じゃないというか、ちゃんと可愛くですね、その子らしい女の子として可愛く素敵にっていうのは常にネットに置いてるので、キャラみんな一見してぶっ壊れてるんですけれども、ちゃんとプレイしていただいたら可愛いので、どうかご安心いただきたい。そうですね、やっぱり根底には可愛いっていう。本当にこれ大丈夫っていうふうにね、皆さん思われてるかなと思うんですけど。でですね、ゆきちゃんに関連してですね、はい、バグバグさんの、はい、7月じゃないや、8月の下旬ですかね、はい、多分8月の3日になるかなと思うんですけど、はい、の発売日にですね、はい、特集を組んでいただいてまして、ね、で見開きで書き下ろしが掲載されます。ゆきちゃん、ゆきちゃん、どんだけゆきちゃん欲しいんだよだって予約特典のパッチもゆきちゃんでしょゆきちゃんいや、誰にしようかなって考えた時ぶっちゃけもう、ね、選択肢が頭の中で迷いがなかった。そう、もうゆきちゃんだなって、ゆきちゃんだな、どんなゆきちゃんにしようかな、どんなゆきちゃんにしようかなゆきちゃんありきで考えてたんですねもうそこからですね、まあ、セクシーなゆきちゃんを直太郎先生に書いていただいてますので、ぜひ直太郎先生で確認していただきたい。確認を、セクシーな姿、セクシーな姿セクシーゆきちゃんを、ちょっと犯罪者ですね。あ、本当ですか。見たい、いけない感じのゆきちゃん、それが大きくどんどんどん、そう、ね、ちょっと検出しないといけない、どんなにいけないのかってことをバグバグさん買ってみなきゃぜひその目で確かめていただきたい。確かめて8月上旬なんですね、これが出るのが8月の3日かな、3日、うん、まあ、すぐですね、じゃあ配信ですね、割と次の週かな、はい、この方法、はい、ぜひこれももう盛りだくさんでたくさん載せていただいていると思いますので、うん、ぜひぜひご覧になってください。そうですね、ぜひ皆さん ここもね楽しみにしてもらいたいですね。でそのバグバグさんのですね、発売日近くになると思うんですけど、はい、おそらく体験版もですね、体験版が今は絶賛開発中なんですけども、はい、それぐらいには何とか出せるんじゃないかなと。ああ、結構早いですね。ですね、最近で言うも早めにお届けしたいなと、はい、うん、皆様に楽しんでいただけるなかなかボリューミーな、うん、そうなんですね、ほとんど共通がほとんど入ってるかなぐらい。あ、すごいな、もうほぼほぼがっつりみたいですね、なので、まあ、もうそれぞれのキャラクターみんなっていうのがしっかりも把握できるだけのボリュームがしっかりありますし、割と、ね、世界がしっかり楽しめる感じです。ボリューム、なるほど、なので、うん、こちらもどうぞお楽しみにという感じでございます。そうですね、ぜひぜひ。体験版は、まあ、8月の頭ぐらいにですね、よかったら皆さんに楽しんでいただけるような準備が整えているということなのでね、ですです、はい、ぜひぜひお楽しみに。そうですね、あとは、まあ、予約キャンペーンとかも絶賛行っております。ますます。そうですね、予約キャンペーン、まあ、前回も紹介させていただきましたけれども、う、ね、まあ、これもゆきちゃんですね、はい、そうですねゆきちゃん推しのディスク、はい、ゆきちゃんの1シーンが、はい、プラスされるというふうになっております。アベのディスクが、ね、これはもうぜひ、見ていただきたい、漏らすことなく見ていただきたいなと思っております。結構パンチの効いた内容でしたよね。ホームページで確認したんですけど、紹介しづらいんですけど、そうですね、およそここで口にするにははばかれるような内容な内容の感じのやつだったので、ぜひ、そうですね、ホームページで見て、ぜひ気になるという方はね、です、
ご予約ぜひお願いしたいなというところですけれども。試しにタイトル言っちゃってください。編集の練習のためにピーってつけて。なるほど、なるほど。そうですね、それはいいですね。うん、まあ、載せるかカットするかはもう置いといて、ね、編集する人の任せるんですけど。言ってあげな。ゆきちゃんは、これで、パッチ。ね、言えないでしょ。今、割と、ね、ピーってしやすく言ったつもりですけど。そうね。まあ、これは、あとは。編集する人がね。そうですね、編集の方の。両親と技術にお任せをいたしますので。お願いします。赤バンされちゃう。ピーで入れれば大丈夫。まあ、ピー入れれば大丈夫かな。はい。じゃあそんな素敵なパッチがついてくる。はい。ホームページの方で、詳細を確認いただきたいんですけれども、そうですね、今回ですね、ホームページ、スマホが若干ちょっと見づらくなってるかもしれませんので、なるほど、はい、できるだけ PC の方でご覧いただけると嬉しいです。うん、はい。ね、PC の方でぜひチェックしていただければなという。はい、よろしくお願いいたします。絶賛ご予約受付中となっております。はい、体験版もお楽しみにということで、楽しみに、はい、キャラブレーションの話以上でよろしいでしょうか。はい、はい、ありがとうございました。それはですね、G 戦場の魔王のクオリティパッケージ。そうですね、はい、7月の27日の金曜日、本日ですか。予定通り進んでね。そうですね、うん、はい。が、出てて、まあ、多分この番組で一度もお見せしたことなかったと思うんで、まあ、そうですね、お出ししてなかったですね。これはもう多分、製造数、予約数しか作ってないんで。そうですね、予約された方の、はい、いや、ほら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 。言わない。やばかろ？近いの？近すぎる。近すぎ？近すぎるね。このタペストリー以外ですね、そうですね、の絵柄ではパッケージ、書き下ろしパッケージ。ビーズ横タペストリーですね。そうです。はい、原場先生の書き下ろしです。はい、パッケージイラスト、うん、書き下ろし。で、他にも、あれですね、パッケージがコンパクトになったので、うん、まあ、コレクションしやすいなっていうのと、Windows 10に対応したプログラミングしてあるので、まあ、最近パソコンを買い替えた感じです。そうですね、最新 OS の方に対応してるので。このなんせ G 戦場でもう10年前にいたゲームなんですよ。そうですね、10年経つんですよね。そう、当時大きなお友達の仲間入りできなかった友達が最近知った時も買いやすいかなと。そうですね、うん、と思いますので、はい、はい、これが7月27日の春と雪と同じ日に発売なんで、そうですね、皆さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。以上でよろしいですか。いいよ。はい、じゃあ、春と雪もですね、今日この動画が公開されている日に発売開始になっておりますので、うん、はい、作品ともぜひよろしくお願いいたしますというよろしくお願いします。はい、じゃあ、以上でよろしいでしょうか。はい、はい、皆様ありがとうございました。それではお待ちかねバラエティーコーナーに移りたいと思います。前掛けみたいな感じがしますね。帰ってきた俺、私が考えた最高の〇〇のコーナー、パラパラッパーパパーン。言ったね、うん、久しぶりでしょ、この自分で言うスタイル。そうですね、聞くの、うん、帰ってきた感があるでしょ。そうね、あんまりやる人いなかった。お父さんぐらいしかいなかったからね。そうね、それやる人。はい、簡単にですね、説明いたしますと、うん、このコーナーは出演者がお題に沿って考えたものをプレゼンするといったコーナーです。うん、今回のお題はですね、夏にちなんで、これ私の考えた最高の夏イベントでございます。お、夏イベントです。はい、夏といえば海、花火、お祭りなど様々な夏ならではのイベントがありますよね。うん、そんな今の季節にぴったりなイベントを出演者の方々に事前に考えてきてもらいました。考えてきましたよね。はい、まずはですね、例題として分かりやすいものを赤目に発表していただきたいと思います。はい、発表しますね。はい、お願いします。赤目に考えたのは、夏といえば花火だなと思って、はい、花火、うん、そうですね、赤目の形に打ち上がる、うん、赤面花火っていうのを、おいくら前かかるかしら。自己アピール。花火をぜひ打ち上げたい。打ち上げたいですね。じゃあ玉屋じゃなくて赤目って。赤目。めめって言うんですよ、みんなで。アギアとか。めーって。どうしたの？みんなでめーって。みんなでめーって言いたい。なるほど。オフ会みたいな。赤目オフ。はい、じゃあもうやりますよ。はい、いいですか。始めます。ドン。
この人からいきますよ。くじ引きの結果は天の声。OK、セーフセーフ。なんで罰ゲームみたいな。じゃあ私からぜひプレゼンをしていきたいと思います。はい、私がですね、ご提案させていただくのは、はい、みんな真似してくれるのね。大人の林間学校です。おそれは大丈夫なやつ。大人の林間学校。漢字的にも大丈夫なやつ、YouTube。お、言うな。絶対一人は言うと思ったけど。実際にそういうタイトルのゲームあるから。ああ、近いタイトルね。大人の林間学校です。あっちです。林に間の方の学校です。はい。はい。あ、どうぞ。ニヤニヤしない。詳しく。ニヤニヤしないみんな。はい、これですね、まあ、とある施設を一つ、まあ、貸し切りまして、うん、まあ、林間学校ですよ、みんなで。まず持ち物として、自分のおすすめのエロゲー、うん、漫画、うん、同人誌、うん、各3点か2点までを持ち寄ります。うん、で、まあ、特段やることって言ったら、まあ、ゲームと漫画読むぐらいなんですけど、うん、まあ、午前中、漫画読むタイム、お昼ご飯みんなで流しそうめん、うん、午後、ゲーム、漫画、読書、お好きなように過ごしてもらって、まあ、外に虫取りに行ってもいいし、海にも行ってもいいし、で過ごしていただいて、で夜はみんなでカレーを作って食べます。オフ会？あとキャンプファイヤーします。それただオフ会じゃない？朝はラジオ体操します。それただオフ会じゃない？だから林間学校だっつってんじゃん。大人の、そう、ね、はい、大人の林間学校をやりたいです。はい、おやつはいくらまで OK ですか？大人だから上限なし。おお、いいね。大人だから上限なし。はい、ちなみにそれは、はい、大きなお友達しか見れないものも持ち込んで OK なんですか？当たり前だ、だから大人のなんだよ。やばい。だってエロゲを持ち込むあたりでキッズは来れないでしょ。じゃあ企画しましょうか、それやる。そうでしょ。本気でやるの。できるでしょ。本気で、まあ、やりたいんですけど。できるできる。いやでもね、やっぱ夏なんかこう外もいいかなと思ったんですけど、やっぱちょっと涼しいところでゲームとかするのいいじゃん。いいじゃん。そう。って思ったのでこれを提案したいと思います。やりましょう。はい。はいって言っちゃった。いや、はいじゃねえわ。これやりたいなって思ってました。いいですね、うん、そういうのやりましょうか。ただその持ち込む数はなんか増やすと上限なさすぎるので2点か3点までにしよう。厳しい。だからその選抜するのがちょっと大変かもしれないですけど、漫画、エロゲ、アニメ、難しいですね。 DVD、 ライブ DVD でもいい。あ、ライブ DVD 持ち寄ってみんなでわーって2人も持ち帰ったら、ね、あ、それでカラオケボックスやったらいい。私今度それ友達やろうと思ってて。そうでもすげえ話し出せするんですけど、うん、どこかでできるところあるんですかね。ね、あそこができる、新店長になるカラオケ広場、あそこは一回友達と DVD を借りて金プリ鑑賞会した。あ、金プリのね。そうで、なんか飲み物も頼めば来るし、食べ物も頼めば来るし、めちゃくちゃ、そう、騒いでも怒られないし、涼しいし、今日一人ででも来た。ドキドキ。マジ最強あれ。うん、まあなんかこれやりたいなって思いました。うん、私のプレゼン以上になります。ご清聴ありがとうございます。採用。バン。会えば。私のプレゼン以上になります。はい、続いて。ありがとうございます。はい。じゃあ続きましていきますか。いいですか、言って。喋りながら。どう。くじ引きの結果は。HD 後藤さんです。はい、はい、どうしようかなっていろいろ思ったんですけど、考えてなかったっていうね。いや、たくさんありすぎて迷ったんです。嘘つき。まあ、注釈になるべく美少女ゲームと結びつきそうなものがいいと思います。そうですね、っていう書いてあったので、うん、まあどうしようかなと思ったんですけど、うん、まあ夏、はい、スカイプオフ。スカイプオフ。そう自宅の PC。 そう夏ってやっぱ言ったじゃないですか、暑いじゃないですか。暑いですね。でやっぱりなんかその知らない人と会うのも怖いし、友達でもやっぱ夏ってなると移動するときに暑いじゃないですか、ちょっと気だるいじゃないですか、うん、でも家でスカイプでゲーム、自分の画面を見せながら、うん、画像共有しながら、そう画像共有、そう画面共有しながらってこと。そう、お互いにお互いのゲーム画面を共有して
同時見とかね、やるとね、あ、いいじゃんそれとかって言ったり、いいじゃんそれで、クーラーの効いた部屋で、ああ、まあ、氷の入ったコーラでも飲みながら、はい、いや、最高じゃないと思って。お酒じゃない、お酒、まあ、それは別にどっちでも、ああ別にお酒にこだわらないです。ああ、そうやって、まあ、スカイプを使って、はい、各々が一番安心する空間で、はい、一歩も家から出ずに、はい、みんなで趣味についてお互い紹介し合う、うん、大人の林間学校の引きこもり版ですね。外に出ないやつ。一切出ない。そう。外に出ないやつ。これ最高。なるほど。採用。しかも、ね、コストもかかんない。まあ家でね。家で。そう、ね、ネットの通信料だけ。ですね。どう。素晴らしい。どう。やりたい。自宅でやるのがいいかもしれない。まあなんか普段からやってるもんね。家から出ないって。でも基本的にみんなやってないそれ。常に。割りと。やってない。友達いないから。まあ、あとはね、はい、考えたのが、はい、まあそのね、みんなね、T シャツ着てね、はい、下に水着着てね、水鉄砲でね、打ち合うっていうね、夏サバイバルゲームっていうね。子供なんかやってそうですね。ピューってこうやって濡れたらね、この辺がちょっと透けてくるっていう。あ、はたまらんっていう。女子になると、あれのやつじゃない。うるせえな。男子だけでやる。そういう妄想です。あ、なるほどね。はい、ここですけれども。殺意がわけ、殺意あれでしょ、胸毛がもやもやって見えてるじゃん。殺すってなる、殺す。まあ、この2つ、とりあえずこの2つ、うん、まあ、パッと言えるな、プレゼントね。他まだたくさんあるんですよ。絶対嘘だろ。絶対嘘だろ。はい、じゃあ以上でよろしいでしょうか。大丈夫、はい、はい、まあ、どうぞ。はい、ありがとうございました。じゃあ続きましていきますか。よし、次。はい、くじ引きの結果は稲田に、はい、鳥かですね、うんうん、じゃあ夏のイベント、うん、イベントっていうとちょっと違うかもなんですけど、はい、まあ、ここのあのですね、はい、台本に例題が書いてあるので、例題が書いてある、はい、はい、まあ、こういうのでいいんだなって思ったので、はい、はい、まあ、まあゲームの話になるんですけど、はい、はい、ジョージですね、はい、まあ、立ち絵が立ってて、はい、立ち絵、うん、でまあ今いろいろこうモーションしたりもするじゃないですか、うんうん、そうですね、あれでですね、うん、常にこう吐息が白もやが見えるという、そういうパッチが欲しい。うん、湿度 100% パッチが欲しい。湿度 100% パッチ、うん、立ち絵もイベント CG も常時こうもやる、もうなんか常に湿気で大変なことになってるみたいな感じ、めっちゃ曇ってそうなんですよ。夏、暑いじゃないですか。暑いですね、確かに。でも実際にそんな空間にはいたくないですけど、うん、でもそういう空間はちょっとこう、うん、若干こう高ぶるものがあるというのもまた事実だと思いますけど、ないですよ、ね、結構高度な性癖やなと思って、そんな割とニッチなような気がしますよ。そんな分かんない。レベルで言うと88ぐらい、高いですね。割と高めの感じで。でも90ほどではないみたいな。まだこう、そうそうそう、理解が及ぶかもしれない。そう、本当に危ない人100超えるから。そうですね。そういう人は思ってないですからね。全然、いや、健康的だと思いますけど。指数 100% マッチ。そう。なんかなんならもう、こう画面自体がなんか湿ってる。ああ、氷が上がってるんですね。なんか垂れてる。垂れてるのか、そうか、あ、ちょっと見づらいな、キュッ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 って、あ、タブレットとかだったでしょ、それで切るんでしょ、そうそうそう、スタッチ機能がついて、それちょっと面白いですね、確かに。っていう、なんかそんなゲームしたいなって、作りたいなっていう、今言っちゃった、まあ、言ったね、ふと思ったんです。なるほど、はい、今昨日ぐらいかな。昨日ぐらい。ごまかしたね。うまいことごまかしたね。はい。はい、まあそういうパチを、うん。夏だし。夏だし。暑いし。まあそうですね。でも暑いとこ行きたくないし。ね、ゲームだったらいいじゃん。うん、パチ。暑いでしょ。長いの。暑いとこつけてるみたいな感じだ。そう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 。ちょっとじわじわっと。そういうパチを午後は提案します、ね。僕はより提唱したい。なるほど。とかぜひ。はい、お願いします。プレゼン以上でよろしいでしょうか。はい、いや、引き。いや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 。いや、なかなかニッチだなと思いましたけど、いいと思いますよ、全然。はい、はい、はい、じゃあ続きまして、まあ、最後ですけどね。うん、じゃあ、みおちゃん、いきましょうか。はい。はい、みおちゃん、どうしましょう。私が考えたのは、
赤部楽曲フェス、夏フェス、しかも結構パリピっぽい陰キャの我々がちょっとバンバン外に出て夏フェスを外なんですか中なんですか。フェスだからちょっと外、じゃあ鹿児島とかですね。そうですなんか外のあのフードとかもなんかいろいろあって、いいね。何食べたの。ラーメン影鹿児島にキンギンドッグ、ああ、食べてきました。本当ですか。美味しそう。全然関係ないんですけど、食べてたら鷹に取られた。そう海で食べてパーンってビールみたいに一口食べて取られた。それ動画に撮っておきたかった。こうやってぜひ撮っておいてほしかった。確かに食べてる時はね。でも食べてる時、上に鷹がもう落ちてるみたいな。でかいよ。怪我とかはなかった。あ、全然大丈夫。よかったよ。被害はほとんどなくなった。被害はほとんどなくなった。ただ新しいの僕買った？いや、もう諦めます。もういいか。そうですか、一口食べます。おいたましい。あ、でも夏フェス面白いですね。うん、楽曲、弊社の楽曲で。赤部ライブ、インサマーって感じ。そうですね。うん、そうです。赤部ライブ、インサマーって。2018年。結構熱い曲も多いじゃないですか。ね、結構、BPM が高めなの。そうね、うん、多いじゃないですか、ね、そうですか。こうちょっと夕暮れにはね、ちょっとあの落ち着き目の曲も流したりとかして、あ、いいいいね、しっとり目のやつ、いいですね、うん、弊社ね、あのこう結構いろんな曲を取り扱ってるから、うん、明るい曲からこうね、激しい曲、何でもありますね、あの夕暮れに合うような曲もね、うん、たくさんあるから、ね、そうフェスすごくいいなって思いました。カレーショップ通販ライブインサマー2018。ただ熱中症の人がこうバサバサ出るのしなくもないですね。あと我々が結構インドア派だから、そうですそこがちょっと心配の面ではありますけど、まあ、夏っぽいですね。夏っぽい、ね、夏っぽい、夏しようぜって感じですね。まあそれ言ってるだけだから許さんぞ。私は許さんぞその発言は許さんぞ。はい、はい、じゃあ以上ですね、プレゼンになりましたね。この中から MVP を決めたいと思います。はい、目を閉じて良かった人に挙手の投票制にしたいと思いますので、じゃあ皆さん目を閉じてください。はい、はい、赤目ちゃんも入るのか、赤目ちゃんは例題だからいいのか。あ、なるほど、例題だからいいか。はい、じゃあ最初、天の声が良かったと思う人を挙手お願いします。はい、じゃあ次、稲田さんのが良かったと思う人手を挙げてください。はい、では次、後藤さんが良かったと思う人手を挙げてください。はい、じゃあ次、みおちゃんのが良かったと思う人手を挙げてください。はい、以上です。じゃあ皆さん目を開けてください。はい、はい、よろしいでしょうか。はい、じゃあ投票終了です。投票結果どうなりましたか。おマジか。ですね、結果発表したいと思います。はい、天の声3票、ほう、みおちゃん1票、ほう、ということで勝った。あれ僕は僕ですか。言わない優しさってあるだろ。言わない優しさってあるやん。稲田くんが手を挙げたと思ったんだけど。言わない優しさってほらあるやん。はい、ありがとうございます。大人の林間学校、大人の林間学校に皆さん入れていただいたということで、すいません、なんかお気遣いいただいて。企画しましょうか。そうでしょ。本当にやんの。赤部勇士で、赤部の勇士でね、赤部夏の何でもや遊び、レクリエーションということですね。めちゃくちゃ行きたい、マジで。でもあれだよ、朝6時に起きてラジオ体操するんだよ。朝6時に起きてラジオ体操するよ。それでもいい。できないやつは無理なく尻叩きの気に合わせません。コメントとかでもね、誰のが良かったとか聞かせてもらうと嬉しいかな。あとはなんか皆さん思いついたね、やつとかでも、なんかぜひぜひ聞かせてもらえたら嬉しいかなって思いますので、ぜひ皆さんよろしくお願いします。はい、今日は以上、バラエティコーナーになります。ありがとうございました。ありがとうございました。さて、今月は以上です。皆さんエンディングなので、何か最後にございますか？はい、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 はい。はい、じゃあそこの元気な君。はい、ありがとうございます。はい、とですね、再度ですね、まあ、いろいろまとめていっちゃうんですけども、はい、あの春と雪
そうですね、と実践上の魔王のクオリティパッケージがそれぞれ7月27日の発売です。はい、本日です。はい、でキャラブレーション現在予約受付中です。9月の何日でしたっけ、はい、9月の27日、どっちだ、まあ、最終金曜日の発売日です。はい、エロゲの日の発売日です。エロゲって言っちゃった。はい、それと最後に今日も来てなかったもう一つ、ちょっと噛んじゃった、母性彼女の、はい、抱き枕カバー、そうですね、はい、若部の公式通販、これが8月23日までかな、はい、受付をしているのと、あと全国の販売店様でもお取り扱いいただいてます今回。はい、で、抱き枕カバーの絵柄を、フィーチャーしたドラマ CD を、同梱版っていうのもまだ別で一緒に売ってあるんで、そうですね、はい、これ結構ドエスケベな内容でして、今言葉選んでちょっと、うん、濃密ですね。そうで、バイノーラル録音なんで、もうすぐクリカンとかすごいんですよ。すぐそばでミオイママが喋ってみたりとか、はい、っていうのをちょっと身近で感じることができます。で、店舗さん、秋葉原の秋葉ソフマック1号店さんかな、うん、で、視聴コーナーちょっと作っていただいてそうなんで、よければぜひ、はい、秋葉行くことがあれば、はい、楽しく、これは結構序盤長めに置いてます。で、もしよと秋葉行くことができないよっていう人は赤ベーソフト2のホームページにランディングページを作ったので、はい、そこで視聴できるみたいな使ってます。これもぜひ、まあ、試しに聞いてみてください。以上です。はい、よろしくお願いします。はい、確実に欲しい方はね、期間中のご予約をお願いします。てか期間中に予約しちゃうと もらえないですね。そうですね、買えないです。期間外はもう完全に買えなくなってしまうので、欲しい方はもう受注生産品です。そうですね、受注生産品になりますので、確実にお早めにですね、お手続きの方よろしくお願いいたします。いつでも買えると思うなよってやつです。そこまで言っちゃうのね。欲しいと思った時に買わないと後悔しますからね。そうですね、ないか、そうですね、確かに。はい、じゃあ以上でよろしいでしょうか、皆さん、告知と以上でよろしいでしょうか、大丈夫かな、はい、じゃあ皆さん今月もありがとうございました、ご協力ですね、ぜひまた来月もよろしくお願いいたします。また来月お会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら、さよなら、さよなら。懐かしい。パー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 ってしますね。パー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 、わかりますけど。あ、じゃあペー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